北条鉄道のイベントにこれからね来られる方はぜひね、北条町駅がすぐそこ、もうすぐそこなんですよ。信号渡るだけ。そうそう、ここ信号ですね。北条町駅からも徒歩1分ぐらいだと思うんですけども、カフェ、カフェ&レスト、カフェ園というのがあります。ここで朝ごはんとかね、お昼ごはんとか食べられてはいかがでしょうか。モーニング11時までやってんねんて、はい、だそうです。あのお値段がよろしい、ほんまですね。はい、ということで入りたいと思います。こんにちは、お邪魔します。わ、いきなりキハがあるわ。はい、我々ね、神戸本丸から来たんですよ。あ、神戸。はい、あ、そう。あのやっぱりキハ40の絡みって、このお店なんかもこれからもっと繁盛するかもしれないですね。ねえ、ねえ、電車走り出したら。いや、そうなんですよ。それともう一個お聞きしたいんですけどね、このキハ40のドーナツの箱を入れられたんですね。うん、そうです。いいですね、こういうのもね、ファンが喜ぶんですよ。鉄道ファンがめちゃくちゃ喜びます。うちもね、イベントの時にね、はいはい、あの北条鉄道さんにビールなんか入れようんですよ。それはあれですか、もうあのプレゼントみたいな感じで、付き合いで、まあ言ったら飲み放題の、ああ、ビール列車です。あ、なるほど、はいはい。あ、それカフェ円さんが関係されてたの、知らなかったです。それでちょっと挨拶したら、これちょうど帰りたいの、はい、付き合いで一つコードからいかんもん。優しいですね。ぜひね、この視聴者さんもぜひこの、カフェ円ってお呼びすればいいんですかね。はい、ここにぜひお越しいただければお願いします。ありがとうございます。我々はもう今お昼12時過ぎてますんで、モーニングがもう11時で終わってるんですけども、大丈夫マジですか、オーナーさん、マジですか。そんなん、それ YouTube 流しても大丈夫ですか。金曜、土日は3時までモーニング。マジですか、特別に。ありがとうございます。平日の味見たいって言ったらそうね、デネブチャンネル見たい。大丈夫。ちなみにお昼のランチのメニューがこんな感じです。うん、日替わりランチ。まあ、日替わりランチがいい。あ、日替わりランチが有名なんですか。20食しかできるけどね。ああ、もう大概ほぼいっぱいになった。なるほど。オーナーさんなんですかね。オーナーさんすごいキャラクターいいですよね。え、オーナーさん人気になるんじゃん。いや、そうなんです。オーナーさんに会いにこの園に行く。これ、あ、飲み物はこんな感じです。はい、だね、私の知り合いがね、ほう、イチローとめちゃくちゃ仲良くて、お友達なんですか。これ、ごめんなさい、イチローの本間に使ってたやつなんですか。そうそう、ほんま、ほんまも。これ、イチローの本間の、はい、ユニフォーム、はい、すごいじゃないですか、こんなん。イチローファンの方もここ、縁くんのええかもしれないです。大野さん、これ、雑貨も売ってるんですか。はい、そうです。これ、地元の方の、なんか、雑貨なんですか。じゃないんですか。地元の方の雑貨とかではないんですか。あ、そうなんです。これあのみんなちょっと手作りやったりね、あのこのお店ね、本当にオーナーさんが素敵な方なんです。いや、ありがとう。田舎やでね、パンが1枚ついてるだけやで。もうそれ十分ですよ。オーナーさんがおるだけで最高です。でも私ほんまにね、だけどうちのモーニングが豪華言うてやで。あ、マジですか。まあ見てもらうから、ね。これからだからキハ40でね、車のお客さんをここに来てもらいたいですよね、本当に、ね、そうそうそう。で結構ね、鉄道乗りに来てね、人が寄ってて。あ、なるほどね、お茶してね、結構乗ってて、ありがとうございます。あ、めっちゃ豪華やん。ほんまですね、これは豪華ですね。これはカフェ円さんのモーニング、これ良くないね。ほんまですね。オーナーさん、これすごいですよ。このあの聞いてくれてないわ。お客さん、あのモーニング我々頼んだんですけど、合成ですよ。お客さん、あの見てください、こんなんです、モーニング。あのサンドイッチ、こっちで、こっちがジャムトーストです。本当に本当に合成です。いや、これ合成です、本当に。いやね、これはお値打ち品ですよ。じゃあ、いや、ほんまに。はい、ということで今からいただきます。いただきます。これサンドイッチ、トーストね、トーストでいただきます。うん、うん、美味しいよ。美味しい。うん、
うん、うん、美味しいね。ちょっと今からゆっくり食べさせてください。様でした、ありがとうございました。あのマスターおらんようになりましたけど、マスター奥です。じゃあまた来ます。はい、ありがとうございました。今北条町駅、まもなくですねキハ40の生ハゲ列車、はい、はい、今ねトッシーさん横で一緒に興奮してますよ、はい、まだ興奮してます、まだ興奮してます、はい、今13時、はい、6分、7分7分、はい、はい、間もなく出発です、はい、9分発、はい、で今横にですね先ほどちょっと初めてお会いした葛西市にお住まいの方なんですかね、はい、お母様とお話をしてるんですけど、お子様2人も一緒に横にいらっしゃって、鉄道好きなんですよね。お子さんが好きなんですか？下の子が好きなんだ、いいですよねこのキハってね。お母さんは鉄道別にそんな詳しいとかではない。私もそうなんですよ、正直私もそんな詳しくないんですよ。もっと本音それよく言われるんですよ、あなた本当に鉄道会社の人ですかね。怒られちゃうんですけどね。あ、踏み切りになりましたね。じゃあ出発なんで黙っておきます。はい、はい、いいですか、やっぱりみんなバイバイしてますね。煙吐いてますよ、ディーゼル、ね、このキハ40でね、こう北条鉄道もお客さん乗ってもらって、葛西市もね活性化につなげていきたいというところでございます。ありがとうございました。